はい、どうも、うずです。前回、ニコンの新しい単焦点レンズ、はい、こちらの 50mmF1.2S の紹介動画を公開したんですけれども、今回は実際にこの 50mm のレンズを使って、自分が一緒に加わってる足利写真部メンバーの人と前橋市でポートレートを撮ってきました。今回は少しなんですけれども、その時の様子を写した映像、そして写真と見ていただいて、こんな感じで撮れましたよっていうのをお見せする動画になります。はい、ではまずその時の様子っていうのをご覧いただきたいと思います。クリーン、その分面白い絵が撮れると思いますよ、そうですね、やっぱり嫌でしょ、嫌でしょ、いきなり始まったほら、僕たちはさ、うん、合ってるから面識あるからいいけど、うん、はい、じゃあ今日はニコンの Z7II プラス 50mmF1.2 のレンズを試してみたいと思います。こちらの方で今前橋に来てるんですけども、前橋の方でちょっとポートレートをやってみようかなと思いますので、作例の方もこの後ちょっと出せればいいかなっていう状態でやっていきたいと思います。はい、弁天通り商店街の手前でちょっと写真撮ってみましょうか。弁天通り商店街、おー、涙が出てきた大丈夫？はい片手だよ、片手で、今ちょっと写真撮らせてもらったお店なんですけど、ちょっと許可をいただいて撮ってみたんですが、こちらですね、グラッサさん、あのパスタがすごく美味しいそうです。本日は撮影してみていかがだったですか？あ、もうすっごく楽しかったです。よかったです。こっちもなんかすごく気持ちよく撮らせてもらって助かりました。ありがとうございます。なんか土地でくるくる回るのとかすごかったですねもう楽しかったんで自然と体が動いちゃいました。ぜひまたこういう機会があったらよろしくお願いします。またぜひお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ニコンのこの新しい 50mm レンズ、まあ、やっぱりね、使ってて使い心地に関してはこのフォーカスリングの大きさはすごく便利ですね。やっぱり撮っててめちゃくちゃ幅が広いから回しやすいし、でコントロールリングの方も私は F 値に当ててしまってるんですけれども、まあ、ISO 感度とか好きなようにちょっと調整すれば自分の好みのスタイルで使えるシンプルな設計になってますので、はい、すごい使い心地がいいです。グリップもね、グリップもやっぱりずっと使っててね、外で握りやすいっていうのはいいですね。はい、で撮ってきた写真の方をちょっと画面の方で確認してみましょう。はい、では早速写真の方を簡単にね確認していきましょう。こちら最初にみんなで集まったお店のテラス席ですね、そちらでお店の方の許可をいただいて少し撮影させてもらったんですけれども、 F1.2 の開放で撮影した写真になります。で F1.2 まで使いますとそれなりに距離が離れていたんですが、お顔の部分ですねにピント合わせて撮影させてもらったんですが、こちらの鼻なんか見るとすごいよね。鼻の時点でもうピントのところがこう被写界深度ね浅くなってますので、鼻によってはボケボケの鼻とかピントが合ってる部分とかあって、はい、 F1.2 の 50mm で撮るとこんな感じで出るんだなっていうのがよく分かりました。ボケとかもすごい綺麗なのが分かりますよね。そのニコンの
ホームページでサンプル画像などがございましたが、そこで言われている通りに背景のボケがすごく柔らかい形のボケ身になっているのがよくわかると思います。宮沢賢治絵本原画展、ハリリーナさんが白の衣装で来てくれたのも良かったですよね。全体を通してすごく綺麗なイメージになりましたね。これちょっと橋の上でくるくる回ってくれてた時ですね。これはまあちょっと動かしてこっちですね。はい、こちらは映像の中にもあったんですけれども、下から煽って撮影した写真になります。後ろにあるマンションの光の当たり方がすごく綺麗だったので、その光と太陽を正面からですねモデルさんが浴びてくれてる絵がすごく綺麗で、綺麗ですねモデルさんが綺麗ですね。はい、こんな感じのボケ見。あ、でこれは F2.2 で撮影してます。この木の溶け込むような映り込みもすごく綺麗だと思います。で F2.2 で撮影していて、周辺光量落ちなどもほとんど確認できず、こちらもニコンのサイトで言われてますが、隅の方までしっかりとした描写力、見事ですよね、レンズがね。はい、次は、あ、これはちょっと他の方が撮影してる時にちょっと遊びでパシャリとしたやつなんですけども、これも F2.2、 先ほどと同じ絞りで撮影して、こちらにね傘を差してるハリリーナさんがいるんですけど、その横のところが注目ですね。これは Z7II の能力があってだと思うんですが、こう離れたとこから撮影してもその建物の質感がよくわかるような解像力がありますね。いやー見事ですね。あ、こういうボケとか綺麗ですね。やっぱ4500万画素っていいね私がメインで使ってるカメラ2000万画素クラスなので、はい、4500万画素とかやっぱり5000万画素っていうのはこう大きめのモニターで画像を確認するときは良さをすごく感じますね。いいな。次はこちら傘差しながら歩いてもらってた時の写真ですね。自然に歩いてってもらってる絵だったんですけれども、道を歩いてくるハリリーナさんを撮影させてもらったんですけど、秒間やっぱり10コマ撮影できると非常に楽ですね。これちょっと今の話はね 50mm と関係ないところで話してしまったんですけど、でもここでも背景のボケですね、ピントの方がしっかり瞳を追っかけてくれている中、背景の方が綺麗にボケてくれてるっていうところ、これが F2.0 での連写撮影ですね、を行った形になります。はい、次は、あ、こちらですね、あの商店街の入り口の手前でポーズを決めてくれてた写真なんですけれども、ここはですねめちゃくちゃ風が強く吹く場所で、あのスカートがねすごいフラーってね巻き上がってしまってて大変でございました。あ、私じゃなくてモデルさんがですけれども、まあでも綺麗に捉えてくれてますね。 F1.4 開放より少し絞った形での撮影になるんですが、髪の毛がねバーってね、強い風の中シャッタースピード4000分の1秒ですね、ピタリと止めるような形の写真になっています。まあ当たり前ですけど、こういったところが F4 とか F2.8 の写真とは全然ちょっと違った後ろのねボケ方になりますよね。やっぱボケが綺麗ですね。拡大してみるとねよくわかるんですけど、ボケが綺麗。はい、で次の画像なんですけども、こちらお気に入りで、ハリリーナさんが商店街のねところで傘を持ちながらジャンプしてくれてたところの一コマなんですけれども、 F1.3 で撮影してますね。はい、すごい足先、靴のところから、裾の部分などしっかり写っていて、なんか面白い感じの写真になった気がします。こちらももちろん連写で撮影しているんですが、その連写の速度と最大連続撮影枚数というのに余裕がありますので、 Z7II はそのあたりでこういった動きのある写真、一つのポイントを捉えるっていう写真が撮りやすいカメラだと思います。あ、ここ人が映り込んでたんですね。ちょっとほとんどねわからない感じですけど、でもほぼ開放の F1.3 で撮影してるのに周りの明るさが落ちないですよね、この 50mm レンズ。こういうのを開放で撮れてしまうんですもんね。はい、で次の写真はちょっと面白い写真ですね。これも背景寄りのコントラストが強い写真になっているんですが、たまたまね発見した場所、なんか飲み屋街があったんですけれども、通路がそこのところをハリリーナさんが奥から歩いてきてるところを撮影させてもらった写真で、こう細めの通路だから遠近感がすごく演出できる場所でしたね。ちょっとね画素すごいからね少し読み込みが入るんですけど、はい、なんかちょっとドラマとかねプロモーション映像とかで出てくるような一コマシーンみたいなところが、はい、こんな感じの写真になっております。はい、次は夕方4時半ぐらいに撮影した写真で、もろに逆光の写真ですね。でここに関してはアルネオコート、どんな感じで役立つのかなっていうところもあって、光
光り方なんですけど、すごく優しい感じの光になってくれますね。ニコンは今ナノクリスタルコートという元々あったコーティングにアルネオコートという技術も使っていて、そのアルネオコートっていうのがアルゴリズムを最適化したニコン独自の技術になっていて、高度なコーティング膜圧っていうのかな、限りなく設計値に近い反射率を高品質で達成してるっていうことらしいんですよね。ちょっと難しいんですけど、そういったところが逆光での撮影でのその光の出方すごく綺麗に撮影できるので、逆光での撮影もガン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 やっていけますね。まあ、むしろ逆光の撮影がねすごく楽しいかもしれない。その柔らかいボケとね合わせて楽しめるレンズだなっていうのを感じられますね。うん、はい。いい感じでした。まあ、この 50mm のレンズボディとセットでそんなにね軽いレンズではありませんから、ちょっとやっぱりガチ撮影をしたい人向けのレンズにはなるんですけれども、ニコンがねこだわり抜いて作った新しい 50mm のハイスペックレンズ、芯を捉えたカリッとした撮影から背景に至って綺麗にボケていく美しいボケ味、ニコンらしい徹底したこだわりのレンズだと思いました。とは言ってもなかなかね高額なレンズですし、まあ、今回使った Z7II 自体も高額なカメラですので、この組み合わせで使うっていうことはなかなかね一般の、私もそうですけれども一般の人からしたら夢の機材になりますので、すぐにね手が出せるっていう方もいらっしゃらないと思うんですけども、まあ、たまにそういう方がいらっしゃってびっくり私自身がしちゃうんですけれども、ニコンのカメラを使いたくて用意してみるっていう意味ではちょっとお金を貯めてとか時間をかけてでも手に入れる価値のあるレンズだと思いました。はい、今回は Z7II に 50mmF1.2S をつけてポートレートを撮影してきましたよってところの動画でございます。まあ、このレンズがポートレート専用ってわけではありませんので、私が普段好きでやっている風景撮影スナップ、そういったものにも、まあ、スナップはちょっと向かないかな、レンズがかなりね長いからスナップ向きではないんですけど、風景撮影とかそういった撮影にも十分使えるレンズだと思いますので、ニコンにはこんな単焦点レンズいいレンズもあるんだよってところを今回はお伝えできたならばよかったかなと思います。はい、私のチャンネルは普段からカメラの話を中心にいろいろなガジェットの情報をお伝えするチャンネルとなっております。今回の動画が初めてという方はぜひ他の動画もちょっと見ていただいて、気に入るところがあったらチャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。はい、今回は私を含む足利写真部メンバー3人と、モデルのハリリーナさんの4人で撮影を行ってきたんですが、ソーシャルディスタンスを意識しながら、まあ、なかなかね1人だけだとやりにくいこともちょっとグループですねで、行うとやれることが全然増えるので、こういったところも今後の動画活動の中で、うまく取り入れていけたらなと思います。はい、協力していただいている皆様には本当に感謝でございます。ご視聴の方もありがとうございました。視聴者の皆様、終わります。